2012年ラムサール条約に登録され、国際的に重要な湿地として認められた荒尾干潟。干潟には多様な生き物が住む豊かな環境と命の輝きがありました。熊本サプライズ、今回は世界の宝荒尾干潟の魅力に迫ります。ほぼ一直線の海岸線から沖合に広がる美しい干潟。ここが荒尾市にある荒尾干潟です。有明海の中央部東側に位置し、南北およそ9キロ、東西3キロ以上にわたって広がり、単一の干潟としては日本有数の広さを誇ります。この荒尾干潟は2012年7月、県内で初めてラムサール条約湿地に登録されました。干潟としては九州で初めての登録です。ラムサール条約とは、国際的に重要な湿地やそこに生息する動植物の保全を目的とした国際条約。特に国境を越えて旅をする渡り鳥を世界中の国々が協力して保全するために採択されました。ここ荒尾干潟には年間100種類以上もの渡り鳥がやってきます。日本有数の市議千鳥の飛来地であり、また世界的に絶滅が危惧されているクロツラヘラサギやズグロカモメの重要な生息地にもなっています。まさに渡り鳥のオアシスなのです。この貴重な干潟を多くの人に知ってもらおうと、荒尾干潟では定期的に探聴会が行われています。この日は東京や大阪から訪れた参加者の姿もありました。案内しているのは日本野鳥の会熊本県支部の安尾清三郎さん。地元に住む安尾さんは長年にわたり荒尾干潟で野鳥の観察や調査を続けてきました。市議千鳥っていうのは世界を旅する鳥と言いますね。北の国で繁殖をして、で南のオーストラリアニュージーランドで越冬する。で荒尾は鳥たちにとっては中継地なんですね。広大な干潟にですね、たくさんのこの餌があるということですね。それがその鳥を引き寄せる魅力じゃないか、そう感じておりますね。草と重なってるの、草の向こうがちょうどですか、2つ見えてるんだ。2つ白千鳥の卵。皆さんが見つけたのは白千鳥の卵。白千鳥は荒尾市の鳥にも選定されている鳥で、荒尾干潟を繁殖地にしています。ここはすごく鳥との距離が近くて、それで双眼鏡でこんなじっくり見れるってところはあまり多くないんで、はい、やっぱり人との信頼関係というか、そんなのがあるんじゃないですかね。荒尾干潟には多様な生き物が生息しています。干潟の穴に筆を入れてみると、エビの仲間マジャクが釣れました。昔から続くユニークな伝統漁法です。また荒尾干潟は美味しいアサリが取れることでも知られています。毎年5月には多くの人が潮干狩りを楽しみます。淡白でものすごく美味しいですよ。バター焼きなんかしたらですね、もう酒のあてにも最高です、はい、どうも朝から味噌汁ですね、それはもう最高です。この干潟を生かして古くから海苔の養殖やアサリ漁が営まれてきた荒尾干潟。地元の漁業者の皆さんは干潟の生態系を守り、その恩恵を受けてきました。アサリが住みやすい環境を作るために砂をまいたり、泥の中に空気が入るように干潟を耕したりするなど、
干潟の保全活動にも取り組んでいます。海を大事にする、まあ、海は宝の海だということをですね、よく知ってもらって後の代までこれが残っていくように若い人にずっとつないでいくが一番大事じゃないかなと思います。私はですね、豊かな生き物たちと人の暮らしを支えてきた荒尾干潟、そこには自然と共生する人々の姿があります。干潟でこの生産をですねしながら、そして鳥たちも一緒にこの生活をしていく、そういうのをこう目指していければ、荒尾の素晴らしさがもっと光ってくるんじゃないかなと思います。国際的に認められ世界の宝となった荒尾干潟、命を育むこの美しい干潟とぜひ触れ合って、その魅力を感じてみてください。